お腹いっぱいになる以上のケーキを作ってみたいって思ってた頃の、まあ、小さい頃の夢が、ああ、一つ叶ったなっていう。ウェディングケーキの制作やシュガーアートを手掛ける長谷川さん。先日初めて夢見ていたケーキを作ったといいます。それがこちら。直径およそ100センチの大きな大きなイチゴのショートケーキ。パーティー用に頼まれて作ったもので、実はまだ制作段階の写真です。完成形は5段重ねになったもので、いちごはおよそ5000粒使用。1000人から1500人が食べられるといいます。子供の頃の夢が叶ったと SNS に投稿したところ、6万いいねに迫る大反響。ショートケーキじゃないよ、ロングケーキだよとかも、なんかいろんなツッコミをいただきましたね。2日間かけて10人がかりで作ったというケーキ。気になるお値段は150万円ですかね。ぜひあのサイズ注文してくださるお客様がいるのであれば受けて立つという感じですね。